うもギタリストの下田雄心です。さあ今日はですね、まだ、2023年も多分一番人気なんじゃないでしょうか、MG30 の、簡単な本当に基本的なセッティングから、おすすめのセッティング方法について、お話をしてみたいと思います。はい、それではね、今回の内容はこんなになってます。1つ目、基本的なセッティング方法。2つ目、ライブなどで使用してみてのメリット、デメリット。で、3つ目、僕が実際にライブで使用した方法、こうすればこのエフェクターの弱点的なところをカバーできますよっていうのが、まあ僕なりにですけどもあったので、それの方法をお伝えしたいと思います。そして4つ目、どういう人にこのマルチエフェクターは MG30 は向いてるのということについてお話をしてみたいと思います。では、一つずつ行っていきましょう。はい、そしたらですね、まずですね、基本的なセッティングについてと一番大事なところだけちょっと簡単にまずはお伝えをしていきたいと思います。基本セッティングと基本的な使い方についてです。まず、こちらですね、ちょっとメールかな、こういったところかな、おい、アウトプットにまず刺さってますね。で、このミニペダルとこの EXP1、 こちらですね、エクスペンションペダルのとこの1番というところに、刺します。で、付属のね、ちゃんともうこれついてるので付属のものを、使うといいと思います。そして今一番、ちょっと戻そうかな、こっちに入ってるのはギターインプットですね、に繋がってます。なので繋ぐものといったら一番最初絶対やんなきゃいけないのはインプットにギター、アウトプットにアンプとか、スピーカー、そしてこちらの EXP1、 こちらに挿して、こちらをペダルを挿すと。で、こちらどこに挿すかっていうと B&A という方があるんですけども、そちらに挿すと A も B も使えるようになります。では、これが簡単なまずつなぎ方ですけれども、次に行きたいと思います。まずそれをしたら次何をするかって言ったら、このグローバルというところを押していただきたいんです。そうするとアウトプットモードっていうのがあるので、これを押すとですね、どこにつないでいるのっていうのが出るんですね。例えば今僕はモニタースピーカーにつないでいるので、このスタジオダイレクトというのところに選んでますけれども、これがコンボアンプだったらね、コンボアンプのフロント側に挿してるんだったら、これとかスタックアンプに挿してるんだったらこれとか、なんかこういろいろ何個かあるんですけども、これをまずねしっかりとセッティングしないと結構音が違うので、まず必ずこれをしっかりとセッティングしてみてください。そしたら、またホームボタンを押してこの画面に戻します。で、今ちょっと僕もう名前を友人トレモルとか入れてしまったんですけれども、じゃあどういう風にね、簡単にセッティングの方をお伝えしたいと思います。まず例えばコンプをなんかいろいろ使いたいなと思ったら、ここを長押しします。長押しするとこう、ここでいろんなねものがコンプもあるので、その中から選んでつまみを、これは2つしかないので、これね、左から順に使えるようになっているので1と2、1を押せば回れば回るし、2はこういうふうに回りますね。はい、そんなで使いたいのがあったら、ここを押してもいいですし、後で、アサイン方法をお伝えするので、そこでね、セッティングしてもいいと思うので、後ほど説明をしていきたいと思います。例えばね、エフェクト、ここを押すと、基本的に歪みが入ってるんですけども、歪み系何をしたいかなって言ったら、ここで、押して長押しして、そしてあとはここでまたやるといろんな種類のものが出てくるので選んで設定にしますと。はい、でまたこう戻すとね、そんな風にまずはなってます。で、次にですね、すごく大事なのが一つあって、これをエフェクターの順を変えたいなっていう時もありますよね。そういう時はじゃあどうするのと。そうした場合はこれを上に長押しするんですね。このつまみがね、長押しが上とか下にもできるので、例えば、歪み系をちょっと一回つけておきましょうか。
ちょっと一回つけてまた戻します。そこにまあ歪みがここであるんですけども、歪み系をしたいなと思ったらこの歪みの押してですね、こうつまみをこう横とか動かすと場所が変えられます。はい、なので自分の好きなところにエフェクターを置けるようになるので、これでね順番を変えていきます。で一番大事なのが、次なんですけども、このミニペダルをアサインして使えるようにしていきたいと思います。それはどうするかっていうと、このまずつまみを下の方に長押しするとこの画面になります。でこの1っていうのは和を使ってるよっていうことですね。これ長押しするとちょっと今手で押してますけども、長押しをするとこれつけました、これに今ついてる状態っていうのは和を使ってるよとなります。で一番大事なのは3と4この2つなんですけども、まあどういう風になってるかっていうと、今僕は A の方のここにはエフェクターを入れているので、これを押すと変わります。それをここで変えるんですね。この R っていうのは今エフェクターが入ってたので、こうすると変わると。例えばここを他のものにしてみましょう。まあタップとかもですし、コンプだったら声とコンプになりますね、ここはね。で今僕はちょっとこの歪み系を入れてるので、まあこれがセンドリターンですね。センドリターン、自分の好きなアンプとかあのエフェクターとかがあったら、ここのセンドリターンを挿して、センドリターンにするとそこに行くようになってます。で今は僕はここの歪みを入れてるので、エフェクト R エフェクトにしてます。でまあ、基本的に僕の後でちょっと説明、セッティングの方も説明をしたいと思うんですけども、僕のものは全部、ここに歪み系、今はここの、この MG30 の歪みを使ってるので、ここでやってます。例えば、ここにセンドリターンで自分の好きなエフェクター、歪みエフェクターをつないだら、ここで SR センドリターンにして、やっぱり A で歪むっていう形にしてます。これはまあ人それぞれなので、自分の好みのどこに何を入れるかは好みなので、自分の使いやすいようにやるのがいいと思います。で次です。で B の方は何かっていうと、ディレイって書いてると思うんですけども、これを押すとディレイになります。はい。で僕のは全部4番にモッド、コーラスとかトレモロとかそういう空間系を入れています。これが基本的な使い方で、そして先ほど、ちょっと言ったかもしれないんですけれども、このエフェクターの、使い方として、バンク一つに空間系が一つしか入らないんです。トレモロとかそれとかコーラス使うときに同じバンクには入れられないんですね。なので僕はこういう風にバンク A は他のセッティングは全部一緒にしてて、コーラスだけをここで変えてたり、ここには、トレモロが入るように空間系をしてます。で次はフェイザーとか、そういう風にするとこう基本的にここでコーラスを使っていて、途中でやっぱりクリーンにしたいなと思ったらクリーンにすぐできますし、あ次トレモロを使うと思ったらこうすればトレモロにすぐいけるように、セッティングも全部ちゃんとセーブしておけば、トレモロだけを使う状態にセッティングもして、そのままこうバンクを切り替えればなるようになってるので、僕は全部コーラスをこの 6A したらコーラスしかかかってない状態、 6B にしたらトレモロしかかかってない状態、 6C にしたらフェーザーしかかかってない状態などにしています。はい、というのが基本的な、セッティングとちょっとおすすめのセッティングの仕方になります。はい、今ですね、基本的なセッティング方法と、まあ、僕が実際にライブでどうやって使用しているのについてお話をしました。次にですね、このエフェクターを実際にライブで使ってみてのメリットとデメリットについてお話をしてみたいと思います。まずなんですけど、メリットはもう本当にね、高音質に、尽きると思います。まず32ビットで、エフェクターの数は正直言うと少しね、最近のマルチエフェクターに、よりがは少ない気がするんですけども、それでもやっぱり高音質に多分こだわってるんだと思うんですけども、すごくね、一つ一つの、
歪みもそうだし、もちろん空間系のこう音っていうのもね、すごくこう繊細で鮮明で、いい音だと思います。すごい使える音ですね。で、2つ目です、やっぱりこの32ビットになってこう処理速度が速いのか、こう結構ちょっと前のとかってバンク切り替えの時にプッとノイズが入ったりとかね、することがあったんですけども、これはバンクの切り替えがものすごくスムーズです。全然こう切り替えたっていう感じが聞こえないぐらい、わからないぐらいスムーズなんで、それはすごくねいいことだと思います。で、3つ目です。歪みで、さっきの話ともちょっと、重なるんですけども、歪み系がねやっぱりね、かなり本当にこうニュアンスもしっかり出る、ところまで来てるなと思うので、かなり扱いやすいし、そしていい音っていうのがね簡単に作れると思います。では4つ目です。4つ目はパソコンなどでね、これねクイックトーンって名前だったかな、クイックトーン、ちょっと今日はそこまでは説明長くなってしまうのでしないんですけれども、簡単にこうね、パソコンとつないでやるとすごいセッティングが直感的に、しかも視覚的に見てもねやりやすいので、このクイックトーンを使ってのセッティングすごいおすすめです。もちろんね、簡単にこの本体でもできるんですけども、パソコンでの作業がねすごいしやすいと思います。5つ目ですね。5つ目のいいところはセンドリターンがついていることです。やっぱり、自分の好きな歪み系があったり皆さんしたりすると思うんですよね。その時にセンドリターンがやっぱりついてると、すごくやっぱり便利なので、ここはね本当にこの価格帯でこのセンドリターンがついて32ビットのものっていうのは他にないと思いますね。はい、では、ちょっとデメリットについてもお話をしてみたいと思います。デメリットの一つ目は、一つのバンクに空間系、ディレイは別にあるんですけれども、トレモロとかコーラスとか、まあ、フェイザーとかそういうのが一つしか選べないというところです。結構あと他のメーカーさんとね、こうコーラス、フェイザー、トレモロとか一つのバンクに入れることができたりするものもあるんですけども、こちらのタイプは一つのバンクに一つの空間系しか入っていないっていうのがちょっとねこうもったいないっていうか、もうちょっと使えるようになったらよかったなと思いました。で2つ目です。ペダル、このペダルがついてるのはめちゃくちゃ便利なんですけども、やっぱり小型のマルチエフェクターの宿命というか、この幅がねやっぱ少しね狭い。だから普段のこのボリュームペダル、使ってるようなボリュームペダルに慣れてる人はちょっとこの可変の幅が狭いかなと感じるんじゃないかなと思いますね。でしかもかかり具合がすごく、ほんのちょっとこう角度を変えるだけでもしっかりと効いてしまうんですね。だからこれのペダルになれるのはやっぱりこう慣れが、すごい必要だと思います。僕もちょっとね今最近こうこのエフェクターをリハーサルとかでもなるべく使うようにして、この幅にちょっと慣れようかなと思ってます。そこら辺がちょっとねやっぱりもうこう使いづらい部分かなと思いますね。あとに関してはこうライブとかで使ってても特に問題はなかったです。さあでは、3つ目の僕がねどういう風に、実際にライブで使用したというのは先ほどの動画の方でお伝えしたので、次に行きます。どういう人にこのエフェクターが向いているのかということなんですけれども、1つ目、卓録で使う人にはすごくいいと思います。この中に入ってるアンプとか IR、この価格帯の中では群を抜いていいと思うんですね。そして歪みも本当に使える音が満載なので、卓録で使う人にはかなり重宝すると思います。2つ目、使い方次第で全然ライブでも使えます。例えばコーラスとフランジャーを、コーラスとフランジャー一緒にかけることあるのかな、コーラスとフランジャーを一緒にかけたいなんていう時にはちょっとこのエフェクターではできないです。マルチエフェクターではできないですけれども、普通にちょっとこううまく工夫をすれば、空間系もしっかり使いこなせることができるので、たまにねこの MG30 を見てて思うのが、このやっぱりこうパッチの少なさというかがちょっとこう使いづらい点があると、ね、
いう話を聞くんですけども、やっぱこれもねこう工夫次第なんじゃないかなと思いました。なので全然ライブでも使用できると思うし、僕もすごいちょっと大きな会場ではまだ使用はしてないですけども、ちょっとしたギグとかではもうこれであと1000ドリターンに自分の好きな、エフェクターをつなげば全然いけるんじゃないかなと思ってます。はい、で、次ですね、3つ目ですね。3つ目は今ねちょっとこう1万円台2万円台ぐらいのマルチエフェクターを使っていて、もうちょっとワンランク上のマルチエフェクターを使いたいなっていう方には本当におすすめです。このまあこれ今だとだいたいサウンドハウスさんで3万円ちょっとぐらいだと思うんですけれども、もっともっと上の価格帯のものと貼れるぐらいの内容のものが入っていると思います。で4つ目です。エフェクターの数はね先ほど言った通りちょっと少ないと思うんですけども、エフェクターのこう入っている数よりがもういい音を使いたいっていう人には本当に向いていると思います。ここら辺が、この MG30 を、使いたい人にはいいところなんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、ちょっとバババババッと駆け足でいきましたけれども、今日は MG30 実際に僕がライブで使用したりリハーサルで使用したりしてみての感想を、お伝えしました。すごい本当に、このミドルクラスの価格帯の中では群を抜いていいエフェクターなんじゃないかなと思うので、ちょっと迷ってる方はねどういう人に、ね、向いてるのっていうところもね、見ていただいて検討していただけたらなと思います。はい、ということで、これからもですね、こちらの動画では演奏のこと、そして機材のこと、いろいろと動画を上げていきたいと思いますので、今日の動画役に立ったなってことはいいねボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。